あのアッカド王朝の王シャルカリシャリとも書かれる。名前の意味はすべての王である。ナラムシンの息子として生まれ、不王の後を継いで、アッカド王となった。ナラムシンはメソポタミア史上初めて自らを神格化した王で、あるが、シャルカリシャンディはそれを受け継ぐことはなかった。彼を神とする進化の文書が残されてはいるが、シャルカリシャンィ自身が自らを神として知るさせた文書は、 現在まで確認されていない。彼の知性には帝国各地に異民族が侵入し、その対応に追われた。具体的に記録に残っているのはアムル人、フルリ人、そしてグティ人の侵入である。彼は西方の都市バサルでアムル人と戦って勝利し、またグティ人の王、シャラクを破るなどして帝国の維持に努めた。特に問題となっていたのがグティ人の侵入である。 彼の時代の書簡の中には、農場主が、グティ人が襲ってきたら、家畜を略奪されないよう街の中に入れるようにと指示しているものもある。さらに、シュメール諸都市でも反乱が発生し、ラガシュやエラムが独立するなど彼の著しい努力も虚しく、悪化王朝は弱体化の一途をたどった。そして彼は、粘土版で撲殺されるという方法で暗殺され、 アッカド帝国は崩壊しこれ以降その支配は、アッカド周辺にしか及ばなくなり、グッティオ朝がメソポタミアで勢力を伸ばす混乱の時代となった。シュメール王名表では、彼の後、誰が王で、誰が王ではなかったかという言葉を続けており、無政府状態に陥ったことを示唆している。ありがとうございます。